新生酒造株式会社は、秋田県秋田市にある日本酒の蔵元である。創業は、開園5年で、教会6号公募の発祥像としても著名である。創業当時は、初代、佐藤右兵の名から、右兵の酒と地元で親しまれていた。その後、明治政府が大公に掲げた新生高徳の名称をいただき、四代目である佐藤佐吉の代に、新生と短く、 国読みすることになった。一時は安売りにより債務超過の寸前に陥っていた。だが、東京大学卒業後ジャーナリストの仕事についていた佐藤祐介が帰郷して、八代目を継いでから、六号工房と秋田県産姉妹だけを使う高級路線に転換。当初は地元での反応は芳しくなかったが、東京などの主販店や飲食店に反応が広がり、黒字化に成功した。 申請の製法を理解し、冷蔵による温度管理を徹底した取引先のみに下ろす方針を取っている。2017年時点でも、金属体育上像から木桶への切り替え、木元作り、酒米の契約栽培や自社水田での無農薬、栽培、特に秋田県農業試験場で品種改良された秋田市小町の活用といった様々な取り組みを模索している。現在過去、 ありがとうございます。